八万体。八万体は、大宇山脈役北部の山群である。標高1614メートル、岩手県、秋田県にほぼ当面積で広がる。広い高原上のあちこちに、様々な形の火山起源の小さなピークがそびえ、その間に、無数の沼や湿原が点在する。山域は1956年に、ドアラ八万体国立公園に指定されている。 およそ100万年前に噴出したいくつかの火山でできている。山頂部のなだらかな様子から縦状火山とされていたが、現在では山頂が第一状になった清掃火山と分類されている。頂上部には9000から5000年前に発生した水蒸気爆発により多くの火口ができている。その火口に水が溜まり、ヤワタ沼やガマ沼、メガネ沼などのたくさんの火口沼が形成された。 国立公園八万体地域は4万489ヘクタールの広さがあり、ほとんどが国有林である。八万体一帯は地形が緩やかで、残雪が豊富なことから、沼や湿原が多い。湿原には様々な鉱山植物や湿原植物の群落が発達し、青森と戸松やブナの原生林、新葉樹林帯が形成されている。 八万体山頂には二等三角点がある。あまりに平らで山頂らしくないということで、1962年に岩手県によって土盛りが行われた。それが崩れてきたので、1986年に国立公園指定30周年を記念して展望台が作られた。木造の展望台は老朽化のため2012年に取り壊されたものの、降雪による 工事中断とその後の思工業者の倒産などにより2年間あまり天台がない状態が続いていた。その後2014年10月に建て替えられ10日に新事が取り行われた。伝説によると、寒武天皇の直命で欧州へぞ征伐に訪れた坂上田村麻呂は山賊の残党を追う途中に八幡平にたどり着き、その極楽浄土のような景色に感激した。 そこで、戦の神である、八幡神宮を建て祭り、戦勝を祈り、残党を討伐後に再度高原の八幡神宮を訪れ、戦勝の報告を行うとともに、この地を八幡体と名付けたとされる。ただ、史実では、坂上戸村丸はこの地には至っていない。八幡平には、展望が良い山が三ヶ所あり、八幡体三大展望地と言われている。富吾だけ、 玄太森、茶スだけがそれである。1993年に、頂上付近の見返り峠の駐車場で、料金徴収が開始された。これは、有料道路であった、八幡台アスピーテラインの無料化と松川温泉と、富士七温泉を結ぶ樹海ラインの開通により、利用者の急増に対応するために、利用者に自然を守るための応分の負担を求めるためである。駐車料金は、 公園施設の維持管理と美化清掃などの費用として使われている。5月の下旬から6月の上旬にかけて、八幡体頂上付近の鏡沼の雪解け状況が、まるで竜の目のように見えることより、八幡体ドラゴンアイと呼ばれている。深田久屋の日本百名山に挙げられているコースは、基本コースと、八幡田沼展望台から分岐する二つのサブコースがある。八周辺は、 東北地方でも、有数の温泉地帯、特徴のある温泉が多数流出している。頂上近くの富士菜の温泉や吹けの湯温泉、吹けの湯の他に、少し足を伸ばせば火山地獄が見られる、五所岳温泉や、北東石で有名な玉川温泉などの名湯がある。一帯は、八幡平大泉里として、国民保養温泉地にも指定されている。八幡沼の湖畔に立つのが、 避難小屋の両運送である。最初に建てられたのが1957年で、その後4度改築されている。内部には暖炉もあるため、冬期間樹氷見物のスキーヤーたちもしばしば利用している。建設当時は、両運送という字が使われていて、雨雲をしのぐ章だったのだが、いつの間にか雲の両、墓の章と字が変わっている。竹木は常備されていないので、 持参する必要がある。大正時代に、虫の湯温泉を経営していた、安倍藤助は、和ズ郡軍宮川村の助役を8年、村長を15年無報酬で務めたほか、和ズ郡軍の会長などを歴任し、伝統会社を起こし、観光や農業など、郷土の交流に生涯を捧げた人物である。安倍は8万体までの賛同を切り開いている。 八幡台山頂から西北西500メートルにある、東助森1604メートルは、彼の功績にちなんで名付けられた。東助森の地形図への記載は以前は記載されていたが、最近の地形図からは、削除されていた。山スキー愛好家で、元行政マンの忠だ人氏は、東助森が、冬季スキーツアーのコースの分岐点にあることから、遭難防止や、遭難救助等の面から、 地形図の整備や指標を設置する必要性に着眼。数の千木八万体各市の山岳回答に呼びかけて2012年6月、小玉はじめ数の市長にその旨を陳情。市長が国土地理院に申請し、8月に搭載が決まった。新地形図は従来の地形図がなくなり次第発行される。八万体三大展望地の一つが源田森である。 名前の由来は、坂上田村麻呂の部下で、偵察役の霞玄太中義と、忠春が敵の様子を探った場所であるとする伝説から付けられた。東西600メートル、南北200メートルの大きな沼である。最大水深は22.4メートルで、複数の河口が連なってできた複合河口湖である。こうした爆裂河口湖はこの付近に18個ほど連なっており、 およそ6000年前に水蒸気爆発によって形成された。八幡沼は岩手県で2番目に大きな自然湖である。周囲には八幡沼湿原が広がっており、湿原から浸透してくる水によって寛容される。湖水は冷淡のために淡いコーヒー色に染まった黒い青色をしている。湖畔には避難小屋の両運層があり、八幡沼と両運層を望む場所には、 休憩広場が作られている。休憩広場は踏みつけにより、高山植物が荒らされ、現在は、植生回復のために試験が行われている。伝説では、坂上田村麻呂が、岩手山を拠点とする大竹丸、大竹島丸を攻撃するとき、玄田森を、物圏代として、この八幡沼のほとりに群を集め、八本の旗を立てて、八幡神に戦勝祈願したとされる。 八万体という名も、この八幡沼の伝承が元になっている。八幡沼近くの釜沼は二つの爆裂加工が連なってできた沼で、お釜のような形が名前の由来である。最大水深は9.1メートル。湖水は周囲の湿原から浸透してきており、その色は岩をでのために少し濁った青緑色をしている。ガマガエルや植物の釜は生育していない。 代わりに山椒魚は生育している。山頂近くにある鏡沼直径約50メートルは5月後半6月初旬にかけて雪が解けると全体が巨大な目玉のように見える。雪解けの季節にだけ見られる現象でドラゴンアイとして宣伝や案内が行われている。見られるのは2週間ほどである。まだ八幡平にはかなりの雪が残っている時期なので、 実際に見るためには、それなりの装備が必要である。いずれも、季節運行、八万体頂上バス停は、見返り峠駐車場にある。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。